ミラクル、もうね、完璧に完全なる、これこそ奇跡ミラクルレベルマックス。今日さ、マーベルのガチャ発見して、ラインナップ見たらめっちゃもうね、俺の大好きなハルクがいてさ、すげえラインナップ熱だったので、全種コンプするしかねえなと思ってパーカリス集合と、うわー、まずさ、ラインナップの紙を、お、くっついてんな、まあ待て、まあ待て、まあ待て、落ち着け、まあ待て、お前はくっついてんな、まあ待て、ハルク一緒、うわ欲しい、めっちゃ欲しくない？もうハルクナンバーワンで欲しかったんだけど、1回300円で全部で1、2、3、4、5種あってね、キャプテンアメリカ、マイティーソウル、スパイダーマン、アイアンマン、そしてハルク、もう超人ハルクがね、一番の狙いだったんだけど、もうハルクを狙いで行ったんだけどさ、全種コンプするしかねえじゃん。でもさ、まあ結構手こずるかなと思ったんだけど、なんと1回も被らずに全5種コンプリーティングできたんだよね。いや、こんな奇跡めったにねえぞこれ。いや、マジ超ラッキーだった。あのね、商品名はね、グリヒルアートフィギュアってやつで、多分このイラストレーターさんがいるんだろうね、グリヒルさんっていう人が、その人の描いたこの絵を元に作ってるんだと思う。ハルクとかめっちゃ、いや、マッチョだからね、ハルクね、グリーンのカプソルにハルクはね入ってるから、まあ最後に見よう。最初に開けたのが今ね、キャプテンアメリカ。おお、めっちゃかっこいいじゃねえか。なんかあれだね、タッチがさ、可愛くなってるね。ほら、ザン、キャプテンアメリカ。ちょっと可愛い感じになってるね、このイラスト。イラスト本物見たことないんだけど、多分こんな感じだよね。それをイラストをそのままフィギュアにしてるんだと思う。後で見てみようかな。検索すれば多分出てくるとは思うんだけど。うわ、裏もいいな。なんか昔集めてたスト2のフィギュアみたい。うわ、懐かしいな。これすっげえ古いけどね。幼稚園ぐらいの。いや、小学校入ってたかな。そして次がね、この青いカプソルに入っている。まあね、当然のことながら、グリーンのカプソル、あれは最後にね、ハルクはね、最後に行こうと思う。いや、めっちゃ楽しみだな。ちょっと覗いたんだけど、でかいんだよね。めっちゃめちゃ。いや、一回も被らずコンプなんてマジ珍しいから。マイティーソウ。いや、マジ可愛くなってるな。すげえ。グリヒルさんって人、こういう、なんだろう、可愛らしく描くんだね。イラスト。めっちゃ可愛いんや。うわ、でけえな、マイティーソウ。さ、おぉ、めっちゃかっこいい。かわいい、かっこいいね。マイティーズ。いや、クオリティ高え。いや、めっちゃクオリティ高えんだけど、なにこれ。一回500円レベルじゃん。一回300円なんだけどね。なんか500円レベル的なレベルじゃん、これ。マイティーソーとキャプテンアメリカ。いや、いい。縦かっこいいね。アメリカめっちゃ光ってる。メタルキーな感じ。いい感じじゃね。いや、これ、ハルクめっちゃ期待できるわ。そして次が、ついに登場である。ザンと降臨、ドビュッシー。硬えな。めっちゃ硬え。パカリス。来ました。エフェクトもあるのがいいよね。アイアンマンである。うわ、おい、トニー・スターク。マジアイアンマン、エフェクトすげえ楽しみ。どんな感じでセッティングできるんだろう。さっと出してね。まずはアイアンマンから見ようか。アイアンマンを。うわー、いいね。めっちゃこれ赤いボディ。かっけえな、おい。そして足にさ、エフェクトがつくんでしょ、これ。シュボーって飛んでる。このエフェクトが、うわ、マジか。最高じゃねえか。いや、今んとこ、いや、でも、マイティーソーがね、キャラ的に好きなんだよね、この中では。でも、アイアンマン、一番かっけえ。今のところ一番かっけえ。エフェクトパーツがやっぱいい仕事してるよね。味を出してるわ。さ、後ろから見て、後ろもクオリティ高いからな、このフィギュア。最高じゃん。いや、マジ、エフェクト超かっけえ。でもって、お次がね、さっと降臨。ついに、この瞬間が来たが、スパイリー。スパイリー登場。いや、スパイダーマンもね、すげえ楽しみだったんだよね。早くちょっと開けてクオリティが見たい。どんな感じか、スパイリー。さ、この紙はさ、白黒なんだけど、パッケージは、ガチャのパッケージは、ちゃんとカラーでさ、スパイリーはこれかっこいいんじゃないかと。スパイリー画像を見る限りめっちゃかっこよくて、すごく期待していたんだよね。さっと。さて。いやー、やばくない？これ見た感じでやばくない？さっ、ドゥッドゥルドゥッ。やっぱスパイリーだな。我らがスパイリー見て。すっげークオリティ高そう。この手いいね。糸出してるね。さっと。ちょっと待って、早く出そう。早く出して。ちょ、見よう。早く出してみよう。スパイリー登場、スパイダーマン。さっ。まずは後ろから。うわ、いいわ、このシリーズマジで。マジ可愛い。可愛いかっこいい。スパイダーマン超可愛いんだけど。スパイリーめっちゃ可愛くない？さっ。さっ。さっ。いい感じじゃねえか。やべ、でも、待ってね。で言うとやっぱ、アイアンマンが一番いいんじゃねえかな。
あのエフェクトパーツが超絶にマジでいい。でもスパイディもお好きだからな、キャラ的に言うとね。いやでもスパイディこのポーズもいいな、ポーズ。これだけでも十分やばいんだけど、次ね、とうとうね、グリーンのカプソルの登場である。もうね、マジ一つだけ次元が違うんだよね、重さの重量感の。すっげえ重たいんだよね、このグリーンのカプソル。いきます、グリーンのカプソル。ちょっと覗くとね、ハルクがほほほ、めっちゃ楽しみだ。やべえ、ハルクゲットできてよかった。あ、ちなみにハルク最後に来たんだよね。もうめっちゃもうフリスさんも最後。やべえ、チャリーン、チャリーン、チャリーン。これまさか展開的に一回も被らずに来るんじゃねえか、ハルクと思って、ガチャリス、ガチャリス、ガラガラゴンって出てきてね、見た瞬間にグリーンのカプセルで、来たと。もう色で分かれてんの途中で気づいてたからさ、グリーンのカプセル来たと。マジ一回も被らず、全種類コンプリーティングでけー。見て、これみんな待って、やばい。やばい。めっちゃでけえ。重て。何この重さ。さすが超人ハルクマッスル。すげえでけえ。うわぁ。体が分離パーツになってるね。これだもん、でけえ。顔。ザン。ハルクの顔。怒ってんなぁ。怒りだね、やっぱね。ハルクの怒りを表現してる表情になっている。そしてね、ハルクの上半身を。さ、いや、もうこれだけで重てえもん。でっけえ。やっぱこれ、ハルクを狙えだわ。このガチャもメインディッシュ、ハルクしよう、これ。やっぱマッスルキャラはね、絶対ゲットしないとね。マッスルキャラはさ、どうしよう。待ってみな、これ超絶に、いや本当にでかい、やばい、ここまででかいか。いや重いからさ、かなりでかいんじゃないかなと思ってたの。すげえ重かったから。めちゃめちゃでけえんだ。そして下半身だからね、プラス下半身。ドビュッシー、え、マジで、想像以上、マジ想像以上のかっこよさ。何この圧力、プレッシャー、威圧感、破壊力、ザン、超人ハルク。この筋肉を見ろ。素晴らしくねえか。いや、もうダントツナンバーワン。やはりね、このシリーズ、ハルクだわ。いや、まあ自分が一番好きなキャラっていうのもあるけどね。一番好きなキャラっていうのもあるけど、ハルクが一番でけえ。迫力がある。やっぱそこ重要なんだよね、自分の中でポイント。筋肉いいなぁ。ハルクいい、やべえ、もう一個欲しい、ハルク。やばい。ハルク、あの、次、またやってこよう、見つけたら。これは、かわいいな、おい。マイティー・ソーでしょ？キャプテン・アメリカでしょ？そして、スパイディ。いや、スパイダーマン、マジ、ポーズいいな。めっちゃ気に入った、これ。そして、アイアンマン。アイアンマンだけさ、エフェクトパーツずるくない？あの、スパイディもさ、糸とかちょっと出てたりとかさ、あと、この、ハルク、なんかぶっ壊してる感じのさ、あの、土台、あの、台座が欲しいよね。がしながら、やはりね、このエフェクトパーツある、ね、アイアンマンの、迫力器を超える、よ、もうエフェクトパーツないのに超える、これでしょ、このグリーンのボディショー、マッスルボディショー。うわ、最高、ハルクやべ、もうマジハルク最高なんだけど、これ一番いいわ、やはりでけえな、ハルク。この迫力見て、ハルクのでかさ、すっげえ、もう存在するだけでオーラを放っているもんな。やばいな、ザン。まあ、重いからな、こいつ。すげえ重量感があるから、やっぱり、迫力出るよね、ほら。ザン。全員かかってこいや、みたいな。全員かかってこいや、みたいな。ハルクすげえな。後ろから見ても超かっけえじゃん。ということで、今回は、マーベルグリヒルアートフィギュアの開封レビュー動画でした。みんなもぜひね、ぜひ、このハルクを狙って。いや、まあ、自分の好きなキャラだよね。まあ、コンプが一番いいと思うけれども、やっぱ自分の好きなキャラ欲しいじゃん。まあ、自分のこのハルク、いや、いいね。俺はハルクだからさ、まあ、ハルク好きな人は俺と同じくハルクを狙ってやってみてください。めっちゃかっけ。やべえよ、このハルク。いやー、これ第2弾早く出ないからすげえ欲しいんだけど、ハルクの違うポーズ欲しいわ。ハルクあのエフェクトパーツもつけて欲しいよね。もうちょっと値段高くなってもいいから、あの台座欲しいな、台座。アイアンマンみたいなさ、エフェクトパーツ絶対欲しいよね。めっちゃ楽しみだわ。あと、スパイディではね、糸欲しかったね。糸、シャッとね、糸ね。出てたら超かっこいい。いや、いいなぁ。マジかわいい。このなんか超ミニチュアに なってる感じ。めっちゃいいよね。独特なさ、あの、マーベルヒーローみたいな感じで。マイティー・ソーもね、なかなかポーズ気に入ってんだよね。スパイディが一番ポーズは気に入ってるけど、その次、ハルク。やっぱスパイディのポーズいいんだよね。マイティも、あの、ポーズ、なかなか魅力的だけど、ザン、マイティー・ソー、バイバイである。まあ、ハルクバイバイと見せかけてからのマイティーソーバイバイ。